カートクラブから永井大和、61番トミーカートトミースポーツレーシングから佐田雅人、63番 B-MAX レーシングから吉野拓部。吉野拓はおたこなどに参戦をしていまして、昨シーズンの後半から参戦をしています。66番はゴールドモータースポーツから、なんとナチュラのご主席ですね。ナチュラさんとして腕を磨いてきました、松村井馬。72番チーム TJC から小野大地。そして77番は、レッシングスピアゲーから肥後幸太郎。91番ブラウリーレーシング中村秀。そして92番はブラウリーレーシングから松尾修馬、前回大会のウィナーです。去年はカルストで連続優勝記録を樹立いたしました。松尾修馬予選に上がって初優勝が前回大会第3戦でした。93番はダルビッシュから参戦、杉岡コーチ、今回ダブルエントリーです。95番はブラウリーレーシングから中島宗男、96番ブラウリーレーシングから金王理事長です。以上32台の戦いとなります。なんとタイトル開始になりましたけれども、92番をつけまして松尾修馬がなんと止まってしまった、本当に92番でしたら松尾修馬なんですけれども、なんとなく、あーでもそしてスタートはできそうですね。よかったら出るかとかないですね。91番でしたけれども救命ですよね。中村修が止まってしまっています。次も、あ、これでスタートできそうです。安心安心。いやーでもね、ちょっとアタックすることができる時間が少なくなってしまいました。中村修です。さあそれで1周目のタイムが出されてきています。松尾修馬、山崎英二、高島幸太、小木曽隆弘、
6番手に小野大地、7番手に山本勇輝、8番手に小池夏樹、9番手には真田敦也、10番手に平子太郎のオーダーと現在なっています。タッチ5へとアプローチをする中でポジションを入れ替えていこうと坂井龍太郎が前に出ていきます。まだまだ余力があってもっとタイム出るぜというような状態なんでしょうか。残り時間1分を切りました。龍太郎がトップです。タイム42秒324を記録しています。少し前の周回でベストを出していたのは8番手の大越武史、そして10番手の岡田正人です。さあこの周回で永井大和が上がってきました。それでも10番手大越は8番手ですね。それで松木が9番手、永井が10番手というところ、トップが坂井龍太郎、タイムが42秒52で、2番手に松尾桂馬。さあ、坂井がトップ、2番手に松尾、その差が、コンマ02となっています。残すところ、10秒切れました。指導2時と後には、それでフィニッシュになってきました。カーナンバー25番をつけます選手からのセッターとなりました。大泉の方で変わってくる選手がいるのかどうか。坂井龍太郎がトップを維持、5番手に松尾桂馬、そして3番手に山崎英二という形に現在はなっているが、最後の1周でのこの入れ替わりはどうでしょう。7番手以降この辺りはですね、ルートが出ている。さあここで最後山本勇輝が上がってきました。まあ、最後の1周ではトップの坂井龍太郎は自己ベストを更新したんですけれども、まあ、それだけではなく山本勇輝が最後の一発決めてきまして4番手で進出となっています。